ってんのかな、なんやろ、なんでやろ、あ、間違えた、ちょっとわかんない、わかりませんでした。なんば、はい18時半から今日はなんばライティー公演。え、なんかボケてる絶対。まあちょっといっかいいか、こんにちは。チャ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 。なんだそれ、ワンダホー、ありがとうございます。まさゆきさん、ワンワン、ありがとう。なんでワン、なんで犬、犬天使の日とか、あ、違うか、犬ワンワンの日、違うな、ありがとう。ワンホワイトデー、え、ホワイトデー、犬、まあ可愛いからみたいな、ホワイトの犬みたいな、可愛い、ありがとうございます。朝焼きさん、キュルキュルおめんめ、あ、犬、犬かわいいからね、ホワイトデーはやっぱかわいい季節やから。え、何この、え、待って、この水色のクマめっちゃかわいいやん、すごいかわいい、ホワイトデーのやつなの、知らんずにやったん、ホワイトデーらしいです。まあね、でも背景もめっちゃなんかホワイトデー仕様やもんね。今の子がいちゃうのか、そうや、今日雨や、気をつけてね、みんな。なんか最近すごい雨降る、やだ、雨多いよね。なんかナンバライティ公演いつも緊張するんよ。でも今日は6期生が全員揃ってるのですごく楽しみです。今日の公演は久しぶりやで、久しぶりっていうか3人が揃った公演なんかあるんかなっていうレベルで、思い出せへんぐらい
なんでその初日なんばら IT 公演にカレンが最後に出た日が3人で出た最後の日やと思う。だから久しぶりに一緒に出れて楽しみです。単体ではね出てんねんけどね、カレンだけとかユイナだけは一緒に出る時あるけど。え、カレンめっちゃもう1年ぶりぐらいじゃない？それは嘘か、半年でも半年以上は経ってるよね。めちゃめちゃお久しぶりなので、いや分からんけどね最後に出たんが。でもほんまに最初しか一緒にやった記憶ないもん一緒に出た記憶が全然ない。確かにね、なんかカレン結構体弱いかな、その風邪とかじゃなくてね、常にどっかしら痛めたりしてなかなか公園に出れへん、出れてなかったイメージがある。最近は出てると思うけど、割とセーブしてるイメージがあります。体は大事やからね。最近そのユーミさんとかも今まで怪我したことなかったのに、なんか最近急に腰痛めたみたいな言ってはって心身も気をつけやって。確かに心身も全然今まで怪我とかしたことないんだけど、まあ、ゆうみさんと同い年ですからちょっとしっかりケアしていこうと思います。大事ね。いや本当にね、心身ほんまに奇跡なんやろ、奇跡やねん。体さ弱そうやん、体弱そうやし、もう体もめっちゃ硬くて、もうなんか多分ストレッチもなんかほぼできてないのに怪我してないから、なんかしかも体の使い方もめっちゃ下手やのに、なぜか怪我だけはねしてないから奇跡です。なんとか、そう超健康体なんです。え、そうやで、だって心身もう体曲がりまくりやで、なんか毎日足組むし、右でしか荷物持たへんし、めちゃめちゃ歪んでんのよ。しあのもう怖い話なんですけど、膝の皿が内向いてるのに足の先は外向いてるっていう、めっちゃ怖いこと、怖い足なんですよ。こんなに歪んでるけど無事に来れました。これは奇跡以外の何物でもない。どういうことって思うやな、怖いよなほんまに。確かにめっちゃ歪んでるけど、それが逆にハマってんのかな。え、全然痛くないねんで。でも今まで生まれてからずっとそれできたいもん。
そう。そう、きっちり収納されてるんやと思う。なんとかなってます。あ、カレンの声聞こえた。ミサちゃんに靴借りてたけど、なんで靴借りるんやろ、謎すぎる。どう、待ってさ、楽屋とかやったらさ、結構カレンの声特徴的っていうかさ、すごい響いてくるやん。でもなんかマイク通したらなんか 通りにくい声質らしくて、そう、なんか音量マックスにしても聞こえへんみたいな言われてたけど、そんなことある？がすごい、なんかヘルツがマイクと合ってないかもしれない。でもシンシンも普通のところ、日常にいたらめっちゃ声通りづらいのに、マイク通したらめっちゃ声通んねん。これなんでやろ。そういうのあるよね、なんか。これが特徴的なんかな、なんやろ。周波数なんやろ。え、しかもシンシンもめっちゃ声ちっちゃいねんやんか、普通に歌ってる時の声とかも。でもめっちゃなんか声通るからめっちゃ声でかく聞こえるっていうか、自分の声めっちゃ聞こえるなっていつも思う。カレンとノイキャン、不思議よね。でもユイナはあの裏でもステージ上でも声聞こえる。どこ行っても声通ってるわ、ユイナは。腹の底から声がしてるかな。広い周波数。じゃあシンシンはマイクと相性のいい周波数なんや。それはでもいいこと。でも逆にあの歌詞とか間違えたらわかんないけど、で間違えたらバレるから間違えるのが悪いねんけど、まあ、たまに間違えるときあるやん。そしてあってなっちゃう。あ、ほんまや。そういえばカレンとお揃いの靴やってたよ、レッスンシューズが。で間違えられてたわ、そういえば。このナンバラとか始まった時もうね、その靴でかいんよね、めっちゃ。もうさ、つま先が余ってるからさ、つま先でつまずいてこけちゃうから危なくてあんまり履いてないの。たまに履いてるけど、マジもう蛍光真っピンクのすっごい動きやすそうな靴。カレンどうしてるの？お揃いの靴。もうシンシンは全然違う靴履いてる。サイズ一緒じゃないよ。シンシンはいや、お互いにあのファンの方からいただいたやつなんですよ、それで。シンシン結構足小さめなんですよ。だから割と平均的なサイズでくださったのでちょっと引っかかったんです。なんかさ、結構シンシン変な足の形も変やから、靴によって結構なんか大きいとかあるねん。そう、その靴は
まあ、普通にサイズが大きかったのもあるけど、靴自体も結構大きめやってん。ちょっとこけちゃうから、いつも劇場のリハーサルの時に履いててん、その靴を。劇場でこけたら危ないから、レッスン場の方用にしました。レッスン場もこけたらあかんけど、もう水、まあまあまあ、ステージでこけるよりは危なくない。ステージやったらマイクとか持ってるしさ、ちょっと危ないやん。靴はね、いや本当にね、不便。平均サイズがやっぱりいいよね。平均的な足のサイズが。誰かシンシンがスキャンダラスで靴脱げたの見た人いますか？めっちゃでかくて、レイコちゃんの靴履いてて、レイコちゃんが 4.5 センチない。で、まあシンシンは割とヒールとかやったらもう22センチとか履くねんけど、もうほんまにでかくて、でもそれ、あ、はい、終わります。これだけ言わせて。そう、その靴しかなかったから履いていったらもうめっちゃ詰めて出たら、2番で脱げました、靴1回スキャンダラスでっていう話をレイコちゃんに言ったら、いやあれはコジリンさんの靴やからコジリンさんに言ってって言われました。本当にね。あ、また曇った。いや飛んでてはないですよ、普通にスポッてなっただけ。全部さ 23.5 センチとかですね。そしたらまあシンシンでも履けるし、まあ大きい人は無理か、大きい人無理か、 23.5 センチ頑張って履かれへんかな。ちっちゃい人が大きいの履けるけど、大きい人はちっちゃいの履かれへん。じゃあ大きいの1個用意してた方がいいのかな。靴には悩まされますね。今日も脱げないように頑張ります。じゃあランキング読みます。じゃあ呼ばれたんで、じゃあ急がなあかんね。いきます。13位コウミナミありがとうございます。12位ニパありがとうございます。11位シンありがとうございます。10位カトピーありがとうございます。9位野原しんのすけのすけありがとうございます。8位だし巻き卵ありがとうございます。7位キノありがとうございます。6位オッターありがとうございます。5位セイゴありがとうございます。4位ユナちゃんありがとうございます。3位フット注意ありがとうございます。2位ツッちゃんありがとうございます。1位マサイキさんありがとうございました。タワーもワンワンもありがとうございました。頑張ります。